皆さんこんばんは、スリーピースチャンネルのりょうたです。しおんです。ひいてです。はい、今回またフェニックスの前に来てますが、はい、今回はプラクティスの中にある、はい、ウォンテッドっていうゲームをやっていこうかなと思います。ウォンテッド、ウォンテッド、ウォンテッドっていうのは、まあ、単純に3本使って上がり目が出てるんで、うん、それを上がってくださいっていうゲームです。はいはい、単純簡単、まあ、単純で簡単なんです。でなんかこれなんかファンゲームっぽく楽しい感じでやってるんですけど、これめちゃくちゃ練習になります。だからこれをちょっとやっていこうかなと思います。はい、もうじゃあ早速やっていきましょうか。はい、3、2、1、ゲームオン。お願いします。毎度毎度レディーパス、はい、ありがとうございます。これはね、あんまり関係ない。そうそうそう、始まらない、上がれば勝ちだから。はい、やっていこうと思います。はい、はい。何今の言い方。形式が今あるんだけど、新しいキャラでいこうかなっていう感じかな。真面目キャラ、素敵な感じで。無理だよ。うるさい。惜しいね。これ結構ね、でも練習になるね。練習になる、練習になる。結構やってたんですけどね、うん、これ外すとめっちゃ笑われるんですよ、あのキャラクター。そうなんや。めっちゃ笑われるんですよ。マジで2番目と3番目のやつの声がめちゃくちゃムカつくんだ。マジで。まずそこまでいかないと。でももう本当にそう、まあとりあえずはこいつを一発で倒すよ。見てろな。はい、ごめんなさい。あ、やったわ。あれ、あれ、あ、難しくなった。あ、で、惜しいはゼロ。惜しいはゼロ。惜しいじゃない。惜しいだから何にも意味ないから。素晴らしいね。バカ野郎。ここ。いや、惜しいはゼロ。惜しいはゼロ。これの場合はそうだね。そうだね。惜しいはゼロ。なんかちょっと優しくなったね。しっかり決めていこう。はい、惜しい。気立ちある。はい、あ、6、 6、 6、 6、 6、 6、 惜しい、惜しいはゼロ。シングルアウトしていいんだからね、ちゃんとシングルアウトで上がりましょうね、これ。うん。ね。自分に言い聞かせてくれ。本当に。な。なってない。なは分からん。なは分からんだよ。だから授業2本とこでしょ。そうだよ。な。おう。あるよ。あるね。誰か手入れよ。OK。頑張る、頑張る。お願いヒデさん。面白い。ナイス。かっこいい。そういうことよ。そういうこと。こういうゲーム。こういうゲーム。こういうゲーム。そういうこと。しっかりやろう。オッケー。アレンジを覚えるっていうのもね、あれですよね。そうね。おっと。おっと。おる。まずいぞ、そういうこと、そういうこと。りょうただけだよ、点数入ってないと。そのプレッシャーはもう、そのプレッシャーは俺にはもうダメなの、それも。もうダメなの、気温が。すぐ来るから。これ多分5-1あっちゃうから。あ、入んなかった。よし。はぁ、あ、もう。ちょっとちょっと、頑張れ。えい、よしやばいよ、しやばい。メンタル最弱でーす。弱。最弱です。いやー。あ、本当だ、人が変わってる。一撃。かっこよ。いや、そうやね。そうやね。17。すげえか、今から。思考出し。あるよ、15。
ゴールですよ。まずいですね。まずいですよ。非常にまずい。非常にまずいです。メンタル強いとこうなれるから。うまい下手関係ない。関係ない。メンタルも。メンタルスポーツだ。やばい。メンタルを。何ですか。何ですか。ごちそうさま。何ですか。メンタル。メンタル。よしやばい。なぜだ。あるある。ハラル。あ、ほら。もう頼んじゃってるもんね。頼むぜ。全部。こっちが頼んでんだよ。俺も頼んでんですけどね。やば。こっちが来たよ。これがあのレディーの。レディー。レディーのカウボーイさん。レディーのカウガールじゃないですか。レディーのカウボーイさん。性別とは。やばか。ごめん、カウガールのせいで。めっちゃ笑われた。すっごい笑われるから。確かに。いやこいつめちゃくちゃ笑ってくる。感高い、感高いね。一番笑うやつが。最低。いやー、ずる。どうしよう。まあでもあれよね、シングルアウトってことは、ブルから行ったらいい。あ、そう。うん、お、あれ僕に頑張ろう。俺まだこのヒゲのおっさんだから自分が言っといてまだ一人目だったよ。そうそうそう、安心せん、安心し、こっちはしてるじゃん。あー、ほら、もう、どうしもう、もう頑張れ、頑張って、ファイティング。そんなとこ狙ってないんだよね。でもある、あるんだよ。よし、やばい、上がればいい。やばい、マジでゼロだ。やばいよ、どうしよう。このゲーム好きでめっちゃやってたもん。まだ愛が足りないってことだ。おい、ナイス、よっしゃい、ナイスナイス。応援担当になるよな。もう出していこう。いや、頑張れ、しよう。ブブルから、ブブルから来たぜ。あるよ、あるよ。ねえ、ねえ、めっちゃ笑われとる。めっちゃ笑われる。俺はヒゲを倒すことに全てかける。おじさん、ヒゲのおじさん、ヒゲのおっさんを倒すことに全てかける。まだヒゲのおじさんですかとか言わなくていいです。笑ってもくるヒゲのおじさんでしょ。十字の傷があるから、だから日村真っ当選をしてる。んメンタル。今どこか何した。ちょっとちょっとマジでゼロ。それ一本目だから、本当に声も出さずに笑ってるってことでしょ。じゃあそう、めちゃくちゃめちゃくちゃガハガハ言ってる顔してる。なんかだんだん強くなってたよ。出た、ゲームオン。よっしゃい、強っ、いいね。4回よし、じゃあコーナー1本 OK。 レディーボーイを倒しまくる。レディーボーイ。アイスか、それレディーボーイ。カウの方がいなくなった。カウレディーでもいねし。あの絶対に今笑われると思って頑張ってガールガールって。しかも英語のテストなんてだったっけ。なんでだっけ、レディーボーイは。あと言うとしてもガールだ、カウガールやから。ありがとうございます、本当にいつも助かってます。ありがとうございます。トレーナーかい。ありがとうございます。じゃあ、レディーボーイはつけてください。レディーボーイを。もう性別何、性別何。はい、来た、あるよ、22本ある、ね、ある、16。ナイス、レディボーイ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 倒した。どこにレディボーイ。あと
そう、2ラウンドしかありません。2ラウンドしかありませんけど、僕今まだ0点です。ここで決める。いくぜいくぜ。ん、ちょっと待って、ここで決める。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっと、何、何が起きた、何が起きた、何が起きたんだ、ちょっと教えて、ちょっと教えて、ちょっとマスクに来ちゃった。あ、やべえ、あ、これ4回倒すとね、さっきのヒゲのおっさんがグレードアップして変わってくる。本当だ。あと銃の音が変わりますから。詳しい。やってるからね。なのにゼロ。なのにゼロ。じゃあ、ね、やっぱあるじゃん、それ。いいから集中して。あ、バカ野郎。バカ野郎。もう3投目も投げさせてくんないよ。ね、かっこいい銃になってるんだな。お、お。合わせるか、ゆうまを。銃でか。銃でかいっす。あれあれですよ、プレッシャーでいきますか。牛の牛でか。来た、あるある。ちょっと惜しい。ちょっと足りませんでした。たたたたた、さあ、りょうたは0点を回避できるのか。ちょっと難しいアレンジです。そうか、でもないね。ラストじゃん。ラスト。男になれるのか。頼む。ほら、ちょっと待って。いやいやいや、あと二本あるから。違う違う違う。もう一本。一本やばい。一本って二本で上がるから。あ、オッケーオッケー。別に。うん。別にね。別に。いらんってことやもんね。全然狙ってたとこない。ロボコンみたいに言われてる。いやロボコン、でーって。もうジェネレーションギャップ。1個しか変わんないのに。あーっと、うわ、もうもうあ、かっこよ、本当だ、楽しい。ありがとうございます。ありがとうございます。スリーピースチャンネル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、ウォンテッド。めっちゃ楽しかった。楽しかった、楽しかった。楽しかった、ね、やっぱりね、倒す、ね、快感がね、うん、いいよね。意外と 3人倒せた。ね。これ4人。4人か。うん、僕ゼロです。なんかいっぱいやってたって言ったけど。あんだけ言っといてゼロ。このゲームめっちゃ好きなんですけどね。あの BGM のティーってティッティッティーって口ずさんじゃうぐらい好きだったの。難しいね。ゼロ。好きと得意は違うんだね。もうプレッシャーっていうものに勝てない。なんか豆知識めっちゃ知ってたけど。知ってた知ってた。だってめっちゃやってたもん。なのにゼロ。また練習します。ありがとうございます。まあ、これね、上がり目の練習になるっていう先にも言ったんですけど、うん、セッティングでね、マスターアウトの設定とかもできて、本当に上手い人でも練習になるっていうゲームなんで、まあ、もし、ね、またフェニックスがあるお店でやってみてはいかがでしょうか。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今夜も3ピース。